はい、どうも皆さん、どうも仮想 YouTuber です。え、今日がですね、8月の6日ということで、1945年に広島にウラン型の原爆が落とされた日ということなんですが、えー、もう、決して、えー、あんな戦争、特に原子爆弾を使った戦争を起こしちゃいけないという思いを、えー、再認識するとともに、えーまあ、まあ、多分、現時点でも、えー、ウクライナー、 ミャンマー。あと、特に最近では、あの、アワサン・スーチーさんがどうのこうのとか。まあ、各国でですね、まだ、えー、戦争が行われていると。えー、まあ、こういう、よく有名な言葉かもしれないですけど、えー、平和とは戦争のない期間のことだとかっていう言葉があったりしますが、えー、まあ、改めてですね、平和への思いを、えー、まあ、再認識、もう一回考えてみようと。 一緒でございますけれども、えー、今日の動画は、まあ、ここ最近の動画を振り返るっていう動画になります。そうですね。最近、あの、今年入ってから、いろいろ僕のチャンネルの動画、まあ、チャンネルに変化がありまして、一番大きかったのは12万回再生を取れたっていうことなんですけど、とか、あとは僕の割と先のことか、どうえっ、ー、と、大群同期とか、 に、かなり見られるようになってしまったっていうことがあったりとかしているんですけれども、えま、ー、振り返ってみようと思います。で、今この画面に出ているのがですね、えー、これですね。これは僕の、えー、まあ、YouTube の、YouTube Studio って言って、えっ、ー、と、まあ、動画を上げました。で、それで、えー、何分までに何パーセント見られましたかとか、あの、一目瞭然になっているんですね、YouTube って。 で、その画面をまあ、今見せてるんですけど、えー、まあ気ままにですね、えー、僕が興味持った、えものについてちょっと振り返ってみようと思います。まあ一番最初に見るべきは、これだよね。春のイですよね。12万いや、ほんバ,バグってるよなっていう、ような数の取り方をしますよね。でもこれあの、そう、本当に、<laughs> 315人、315人これ増えましたからね。 いやー、あの、もう少し10万歳、1万、十3万か。すごいな。いや、これはですね、あのー、なんでこれあげたのかって話を最初にすると、えー、これ確かあげたのは2月 ?3 月えっ、ー、と、3月 20?3 月26らしいんですけど、えっ、ー、と、加藤純一、まあ、うんこちゃんが結婚したと、いうことで、で、 その生配信をまあ見るわけですね。そしたら、木尾先生が、あの、針の声をピアノで演奏してたんですよ。まあ多分、あの、僕のチャンネルの視聴者の方でもまあ知ってるよっていう方いると思うんですけど。で、それを見て、俺もやってみようって、そういう思った、軽いノリで撮ったっていうのがあるんですけど。で、えー、この前ちょっとか、これ動画を撮る前にちょっと考えてみたんですね。 どうせ、ハンリを演奏するんだったら、ちょっと頭使ってみようと。頭使ってるのは、え、YouTube 的に再生数など、数が取れるように上げてみようと。そういう風に仕向けてみようと思ったんですね。で、じゃあ、YouTube で数を取るためには何が必要かって考えてみたら、まあ、3つ、YouTube の3要素っていうのを分かったと。1つ目は、あの、サムネイルですね。えー、 補完動画と関連しやすそうなサムネイルにする。お、これは面白そうだなって、ついついクリックしてしまいたくなるようなサムネイルを上げるということが一つ。で、二つ目は投稿時期ですね。要はタイミングの問題。えー、まあ、うんこちゃんが結婚しましたと。で、その周辺で、まあ、木工こう先生の切り抜き、演奏の動画の、春を超えの演奏の切り抜きとか上がってるわけですけど、で、それと、まあ、ちょ、つまり、その、 3月に、三月26周辺で、えー、入る声がちょっとブームになっていると。いうことが分かったと。なのも今上げるしかないな。ということで、えタイミングを合わせたということが2つ目ですね。で、3つ目が、時間。えー、これ多分1分半いかないくらいですよね。まあ1分半っていうのがよくあるあの、アニメのオープニングとかの尺なわけですけど、それよりも短い。ということで、まあ長い動画よりも短い動画の方が見たくなるでしょう。 だからまあ1分半以外にしてみたと。1分21秒。で、ということで、この3つの要素、YouTube の3要素を踏まえて投稿してみたんですね。まあ、このサムネイルとかも、もう魅力的ですよね。他の動画と関連しやすいって意味で魅力的であると。で、どう当ったかっていうと、あの、リジムの読みが、計算が当たって、12万回取れたと。13万回くらいということになるんですね。ちょっと見てみましょう。そう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 。えー。 あ、で、今、この画面は何かっていうと、この動画ありますよね。で、そのタイムラインがここにあって、で、この、それは横軸なんですけど、縦軸縦軸がえ、視聴者の平均視聴維持率。何パーセントの視聴者がどこまでいたかっていうのをこう、上に書いてあるんですね。で、そういうグラフなんですけど、これやばいですよね。平均が 48.、48.3%。うん、かなり、かなりいい。 これ、あの、多分上が103%。だから冒頭だけでも、えー、2回くらい見てるってことにはなんのかなまあ、1回以上見てるってことが、が言えるんですけど。まあ、とりあえず見てみましょう。 音合ってますよねやっぱ上手くなってるんだなこの時なあのこれで一発撮りだったんですよ一発撮りでまあ成功したのでまあなかなか自分的にも満足く言ってるんですけどまあ聴いてみましょう <music> やっぱ何か見ても面白いな上げてる本人が面白いっていうんだから面白いんだろうな面白いですね。視聴者見てみる。どういうやつが見てんのかなえー、マジか。ミス登録99%。ま、あこれあの、なんていうか。いいけどね。他の人が、あの、見てくれてるっていう。そういう、えー、動画の出し方ができたっていう意味で、いいんですけど。 これ嬉しいですね。今まで男性100%とらいやったんですけどね。女性の方が埋まって多分、オタマトーン効果。オタマトーンの動画を見てるっていう視聴者層が見てくれてるっていうのが色々いわかりますね。あとまあ年齢層とかもまあ、そうですね。オタマトーン層を見てるってこと。アメリカとか、あ、そうそうそう。コメントでなんかね、あのー、日本以外の言語、特にあのー、スペイン語とか、かのコメントが多くて、それはなんか嬉しかったですね。 そう,そうそうそう。で、これ上げたから、ね、数字とかす、まあすごいじゃないですか、僕のチャンネル的には、に対しては、とっては、なんですけど、だから、視聴者が、オタマトーンの動画を上げてほしいんかなって思っちゃうわけじゃないですか。で、まあ、オタマトーンの生放送配信とかしても見たんですけど、あの反応はあんまないんですよね。 何なんですかね多分、初めて声だけ見たかったんですかねまあ、あと、ユーミーの楽曲が素晴らしいってのもあるかもしれないけど、あ,あ、これは、まあ、あの、エイプリルフールにあげたっていうさんで、やっぱりみんなね、この KE っていう名前に伝えて、お前受けんのってマジで聞いてくるんですよ。え、お前さ、投稿日にてみって、4月17日って書いてんべ、みたいな、思うんですけどね。なんか、やっぱり、謝って伝わってしまっているっていう、ここありますね。これで、ね、新聞芸座の話 これ、ちょっと見てみましょう。な,な,な。はい、どうも最近、僕の大学の同級生とか、アドバイト先のお友達とか後輩とかに、自分のこの YouTube 活動がバレ出している仮想 YouTuber です。はい、ということで今日はですね、 この新聞芸座で、塩田明彦作品を、オールナイトですね、を見たので、その振り返りをしようかなと思います。で、そう言ったんですよ、この前。わざわざ、大学から、外部の授業とか終わってから、池袋に行って、ちょっと待って、これ、話したくそうだな。いや、コントってるときは、あの、まあ、自分の本当に身内が見てるって、 見始めてるってことは分かったので、ちゃんと喋ろうって思って撮ったんですよね。したら、なんか、痛いですね。多分、これあげたのが、えっと、いつだこれあげたのが、日曜か。だから本当に、あの、映画見終わってすぐ開けてるんですね。ですけど、だからまあ、その、結構衝撃受けたっていうのはあるんですけど、ちょっとなんか、もごもごしてますね。 うん。まあ、うまく喋るのってね、難しいよね。で、まあ、22時半からの公演のやつですよね、行ってきたんですよ。で、何見たかっていうと、3本映画を見ました。そうだよね。話うまくないよね。だってね、この、あの、維持率、めっちゃ高級降下してるもんね。で、ここ上がってないもんね。だこ国からだから、地道にこうなんか、あの、ずっと見てるのはなんていうか、僕の本当にファンだったりとか、 は映画に興味がある人とかだもんね。話の上手さではないもんね。この維持率っていうのはね。それは何かっていうと、まあ、今以下有順で見たんですけど、一作目が牧野いル世界2022年の映画。で、二作目が外周2002年の映画。あの、宮崎は葵が出てるやつですね。で、三本目が結婚ささやきで1999年の映画。この三本見たと。 で、この3本は塩田明彦監督っていう、ドロロとか作られたことが有名らしいんですけど、その方の作品を見たと。で、どうだったかっていうと、すごくインパクトが強くて、どこに本当に、だから、これ全そうねあ、だからこれは本当に映画見終わった直後なんで、衝撃すごかったよっていうことを、自分がそんなに衝撃を受けたよってことを、 えー、15分くらいで伝えるっていう動画になってますね。誰が見るんですかね。で、だから、この時は本当に言葉言語化できてなかったけど、ま、自分のえー、と感触っていうのもまとまっていなかったけど、まあ、今振り返るとどうかっていう話ですよね。今振り返ると、塩田岳彦監督は、多分純粋な人なんだろうなって思いますね。で、その純粋さが映画に現れていると。例えば、 えっと、まあ、あ結婚ささやきでも、あの、北見くんかなあの、男子,子、あの、つぐみの相手の男子高校生は、俺死ぬわっつって、滝から飛び降りても死なないとか、あと、牧野より世界も、多分んこの動画でも言ってますよね。えっ、ー、と、み、えー、えっ、ー、と、グリムドア、えっ、ー、と、森の湖の魔女だっけな湖の森の魔女。まあ、あそう、まあ、あと同じじゃないかって思った動画があるんですね。 とか、うん。そうね。あの、害虫でも、あの、主人公の宮崎あおいは、えー、まあ、社会的制裁ももうある程度、喰らわないし、ダイレクトには。その点、純粋なんですよね。あの、主人公たちが、あと、そうですね。主人公たちが純粋だからこそ、そういうことを巻き込んてしまうっていうのもある。 し、えー、描写というか、えー、表現が分かりやすいようになっていると。この二つの意味で、塩田昭彦が純粋であるということが分かると思うんですけど。で、でこの動画の中で僕は衝撃を受けているわけですよね。で、それは何、なんでかっていうと、えー、その塩田昭彦の純粋さがあるわけですよね。で、でその塩田昭彦は純粋かつその冷静さを伴って、 えー、自分の中の、えー、純粋な部分をえぐってくるんですね。で、ここからが大事で、ここからが、これが、あのー、ここからが塩田作品の真骨頂で、で、その、じゃ今そ今、塩田貴彦が映画というものを通じて、観客の純粋さに、こう、手を伸ばしてくるって言いましたけど、それは塩田貴彦だけじゃないんですね。 その手を伸ばしているのは自分自身でもあるんですね。てから自分自身になって、なってくるって言った方が正確なんかな。だから、で、映画を見終わった後は、あの、自分で自分の純粋さをえぐっているっていう風になっているんですね。うん。だから、あの、塩田作品を通して、観客は観客自身を見るっていうことになっているという風に思うんですけど。 いやその点、衝撃を受けるわけですね。なんで自分はこんなに邪悪なんだと。汚れているんだと。純粋な状態に、無垢な状態に対してって思うわけですね。それが衝撃となって、えー、印象となって残っていく。チェックセックされていくっていう。これがまあ、正体作品の、えー、楽しみ方だと思うんですけど。まあ、てことをこん度は言えてないよね。言語化できてないですからね。ああ、なんで最後何言おうかな。ああ。 これ最近すぎですな。え、これ意外となんかね、びっくりしたんだけど、まあまあ、好評価とかあったりとか、これちょっと見てみます、アナリティクス。あの、これ面白かったんですよ。チャンネル登録者もなんか。テンの動画に対しては1増える、この時期というか期間というかで1増えるのはなかなかないと思うんですけど、そうですよね。なんか、あの、今、あの、関連とかでも結構割合高くなってるし、 そうなんですよ。僕ね、え、YouTube 上げる目的というか楽しみ方っていうのは、まあ、えー、まあ、他、自分、まあ、他者に、俺ってこういう人なんだぜって言うっていうのもあるんですけど、それ以外に、こう、アナリティクスを見るっていうのが醍醐味なんですね。他の人が、どこま、どこまでの、どこまでどのくらいの割合で、何を見ているのか、っていうのを見て、相手がどう思っているのかを見て楽しむっていう。 のと、まあ、自分がの伝えたいことがどこまで伝わってるかっていうのがこう明らかに見えるわけですよね。それを見て納得したりとか考えたりする点のが楽しいんですね。ちょっとこれで、えー、アナリティクスをこの動画見ましたと。結構面白いんですね。はい、どうも皆さん。おはようございます。こんにちは。こんばんは。セランパギー、セラマチアン、セラマチオレ、仮想 YouTuber です。皆さん、えー、いかがお過ごしでしょうか 今回は JKT48 で学ぶインドネシア語講座、SATU ということでやっていこうと。これは多分、えっ、ー、と、一番目っていう、えー、風に言わなきゃいけないんで、SATU じゃなくて、えぇ、ー、プルサトかな ?PER をつけなきゃいけない気がしますね。<お>とった。思います。よろしくお願いします。セランパギー、皆さん、インドネシア語勉強してますか これからは確実にインドネシアの時代になります。何だインドネシア語を勉強して、いとしのあの子に振り向いてもらいましょう。うーん。というやつなんですけど。なんかね、まだあの、ここの、え、イジリスとかは、つまり数、数が足りない数がまだ足りてないんで、投稿したのが多分、えっと、最近、本当最近ですよね。あの、8月2日なんで、4日前なんで。 全然まだ視聴者数が足りてないんで、あの参考に、まあ、な,なんないんですけど、まあ、あの、勢いがあるいうのはちょっと面白いなと思いましたね。という感じでですね、まあ振り返りましたけど、えーまあ、今年もね、面白い動画がありますので、これからも見てください。それではカジ、仮想 YouTuber でした。最後のカバナが1枚。